エルサントは、メキシコのプロレスラー、俳優、本名をロドルフォグスマンウェルタ、白銀のマスクマンというニックネームでも知られる。エルサントはおそらくラテンアメリカで最も著名なルチャドールであり、メキシコでは伝説的存在として語り継がれている。彼のプロレス界におけるキャリアは40年近くにも、渡り、その存在はルチャリブレの枠を飛び越え、人々のヒーロー、 正義のシンボルにまでなった。コミックや映画の主人公でヒーローを演じ、特に後者は彼の人気と神話の形成において、ルチャリブレ以上の貢献を果たした。2018年には、WWE 伝道のレガシー部門に迎えられている。エル L3 と 1960S1917 年9月23日、ロドルフォグスマンウェルタは、イダルゴシュ・トランシンゴにおいて、 ヘッス・グスマン・カンプサーノとホセ・フィーナ・ウェルタ・デクスマンとの間に7人兄弟の5番目として生まれた。1920年代にメキシコシティのテピート地区に移住した。野球とアメリカンフットボールに親しんだ後ルチャリブレに興味を持ち、柔術とグレコローマンレスリングを学んだ。ルチャドールとしてデビューした日付については、未だ正確には定まっていない。 1934年6月28日アレナ、パラルビー・ジョ・コスメルでの試合がそうだと主張する者も,もいれば、1935年メキシコシティのデポルティ・ボイスラスにおいてであるとする説もある。ともかく1930年にはすでにレスラーとしての位置を確立しており、ルディグスマン、エル・オンブレロホ、エル・エン・マスカラード、エル・デモニオ・ネグロ、エル・ムルシエラゴ・セグンドといったリングネームを使用していた。 最後のリングネームは、当時有名だったレスラー、ムルシエラゴからの借用であり、ムルシエラゴ本人の意義申し立てにより、メキシコボクシングルジャイ委員会はグスマンがムルシエラゴのリングネームを使用することを禁じた。1940年代初めに、グスマンはマリアデロスアンヘレス・ロドリゲス・モンターニョと結婚し、その50人の子を設ける。そのうちの一人が、後に、 父と同じくルチャリブレの道において輝かしい成功を収めることになるエル・イホデル・サントである。1942年、トレーナーであったヘス,ス・スロメリが新団体を設立するに、あたって彼に参加を呼びかける。ヘッスは彼に3つのリングネーム候補を挙げた。エル・サント、エル・ディアブロ、エル・アンヘルの三つの中からロドルフォが選択したのは、 最初の候補だった。こうして、同年6月26日、アレナメヒコにおいて、エルサントが誕生することとなった。デビュー当初は、悪役側で戦っていたが、後に、善玉側へと転身した。新しいリングネームのもと彼は、自分自身のスタイル、敏少さ、技のバラエティに磨きをかけ、その名声を高めていった。1950年代になると、 ホセグアダルーペクルスという芸術家兼編集者がサントの漫画を出版するようになる。サントはその中でメキシコの歴史における最高のルチャドールとされ、彼に被験し得るのは伝説の人物カリマンだけであった。50年代後半、プロレスラー兼俳優フェルナンド・オセスの誘いによってサントは映画界へと足を踏み入れることになる。とはいえ、 ルチャドールとしての活動を打ち切ることのない、二足の草わ図状態での俳優活動であった。こうして、映画俳優サントのデビュー作、サント大悪の頭脳、サント対地獄人間が完成した。双方とも1958年公開、脚本はフェルナンド・オセスとエンリケ・サンブラーの、監督はホセリーとロドリゲスである。ちなみに、これら二作の撮影はキューバで行われ、 撮影が終了したのはフィデル・カストロが幅ないりしキューバ革命の勝利を宣言した前日のことであった。兄弟にブラック・グズマン、パンテラ・ネグラ、ジミー・グズマンがいる。実施にエルイホ・デル・サントがいる。孫に CMLL などで活躍するアクセルがいる。2013年3月7日、エルイホ・デル・サントの息子で孫のニエト・デル・サントが プロレスリングノアに留学したことが発表された。1943年2月21日、対シクロンベロス戦にて1943年3月19日、対ヘッソムルシエラゴ・ベラスケス戦にて1946年5月31日、対タパタフトルースデル戦にて1956年9月14日、1963年6月28日、中、 サントの兄であるブラックグスマンも同タイトルを1941年に獲得。エルイホデル・サントもやはり1996年に同タイトルを獲得しているサントはライト級であったことはなく、この王座を獲得することはなかった。息子であるエルイホデル・サントがクアトロカミーノス闘牛場におけるネグロカ殺戦において同タイトルを獲得することとなる。 1946年5月13日、タイペテパン古戦にて1954年1月1日、ありがとうございます。